コンチャース。今回は、海外守護場についてお話をしていきたいと思います。ご存知の通り、海外守護場は、大金を支払って種付けできる権利がもらえるのですが、国産守護場のように、一回種付けするごとにお金を支払うシステムだったら、いくらぐらいで種付けできるんだろうと思っていたら、その答えが攻略本に記載されていました。守護場作品のページなんですが、各パラメーターと一緒に、海外守護場の1回あたりの種付け量が記載されています。高額なもののベスト3をご紹介すると、ガリレオが6000万円、ドバビが3000万円、ウォーフロントが2800万円となっていました。もちろん、6000万円払ってガリレオが種付けできるわけではありません。おそらく、ゲーム内のデータとして、海外守護場の種付け量が存在するのだと思います。もしかすると、今後のアップデートなんかで、1回ずつ料金を支払って種付けできるようなシステムにもなるかもしれませんね。それで、1回あたりの種付け料金がわかるなら、種付け権利がもらえる金額から割ってみれば、お買い得な海外守護場がわかると思い、すべての海外守護場の種付け量を調べてみましたが、お買い得な海外守護場のベスト3は、結局こちらの超高額海外守護場でした。お買い得ランキング第1位はガリレオで、種付け権利30億で、1回あたりの種付け量が6000万円なので、50回以降の種付けでお得になります。第2位はドバビで、種付け権利20億で、1回あたりの種付け量が3000万円なので、67回以降の種付けでお得になります。第3位はウォーフロントですが、私は権利を所有しておらず、画像が用意できなかったので、イケメンの石橋騎手の画像を貼っておきます。種付け権利20億で、1回あたりの種付け量が2800万円なので、72回以降の種付けでお得になります。ですので、海外守護場に関しては、お金に余裕があれば、超高額のやつを買っておけば、間違いないと思います。さて皆さん、ラビスタ選手が、もうすぐ発売になりますね。発売日は2月5日です。私はすでに楽天ブックスで予約していますが、本当に楽しみです。私の動画は、ネットからの情報が主な情報源なのですが、間違った情報もあるかもしれませんので、選手が発売されたら、答え合わせをする感じで、また動画を投稿したいと思います。また、先日アップデートがあったことで、新たにダビスタを購入された方や、再開された方も多いみたいなので、私のチャンネルでも、初心者の方にもわかりやすい内容の動画も、投稿していきたいと思います。もし、今後購入を検討されている方がいらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録をお願いします。コメントもお待ちしてます。では、今回はここまでです。それじゃあ、またねー。